1997年のロードレース世界選手権1997年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第49回大会である。ホンダのミック・デューハンが他を全く寄せ付けない圧倒的な強さで4年連続チャンピオンとなった。シーズン12勝を挙げ、長く破られることのなかったジャコモ・アゴスチーニの年間勝利数記録をついに破ったのである。 またこの年はホンダが 500cc クラスを完全に支配したシーズンでもあり、ランキングのトップ10のうち、実に7人までがホンダに乗るライダーであった。その一方で、ヤマハや鈴木をはじめとするためエーカーチームにとっては、混迷を極めた1年であった。チームロバーツは、長年連れ添ったヤマハを離れ、モデナスと協力して開発した3気筒エンジンを積む。 軽量なオリジナルマシンでの挑戦を開始した。チームレイニーのアベノリフミトルーキーのセテジベルナウも全く歯車が噛み合わない状態が続いていた。鈴木のダリルビーティは前年の頭部の負傷から完全に復帰することができず、結局この年限りで引退した。同じく鈴木のアンソニー・コバートに至っては薬物検査で引っかかり、シーズン途中でチームを解雇されてしまった。 エルフチームは、水槽と車線の V4 エンジンを積んだ、オリジナルマシンでの参戦を続けていたが、アプリリアは、v ツインのマシンでの 500cc クラス参戦を、この年限りで中止する決断を下した。250cc クラスでは、ディフェンディングチャンピオンのマックス・ビアジが、原田哲也、ラルフ・ウォルドマンとの熾烈な戦いの末、最終戦で4年連続タイトルを決めた。 125cc クラスでは、アプリリアの新生バレンディーノロッシュが11勝を挙げ、タイトル争いに圧勝した。ありがとうございます。